はい、というわけで今回はね、どんどんご紹介していこうかなと思うんですけども、まあこちらですね。これはマジェスタの、パトロールカーでございます。ね、というわけで、マジェスタのパトロールカーを紹介していきたいかなと思うんですけども、こちらになりますかね。これは実際には、ないみたいですね。実際にこうやって絵に描いてあってありそうな感じがするんですけども、実際にはこのような、パトカーとしてこういうふうに上にね、こうちょこんとこう乗ってるような、こういうタイプのマジスタでの、パトカーはないということで、後の後々の方からこのね、警視庁っていうのかな、そういうところから、こういうパトカーはありませんということで言われてしまったんですけども、たまにトビカもね、いろいろな車を作ってるんですけど、ちょっと調子に乗ってしまうようなところがありまして、でそうすると、各、自動車メーカーとか、あるいはそういう重機メーカーとか、そういうとこから怒られてしまうということがありましたね。例えば他のやつだと、小松の、重機のやつで、レイキードーザーとかってやつ作ったんですね。でその時に、トミカから学ぶこともほとんど多いじゃないですか。そうするとそういう車が実在するもんだと思ってたら、小松の会社の方が宝トミーの、今のトミーの方に、そんなレイキードーザーなんてそんな車ありませんと、そんな熊手を装備した、重機の車はないですから、そういったものを作らないでくださいというふうに、言われてしまいまして、でそれで即座にそのおもちゃ屋というおもちゃ屋からもう撤退したと、撤収したと、そういう、話があることを、たまになんですが、そういうことが起きてしまうということなんですね。でこれも、状態は非常にこう綺麗なね、状態で、やはりこう車庫があるところとね、車庫がないとやっぱり実車でもそうですけども、全然やっぱり車の持ちが違うんですね。車庫があると長持ちするんですよ。逆に車庫がないと雨風さらしっぱなしになってね、それでどんどんこう車があんまり良くなくなっちゃうんですよね。だから基本的には、車庫があった方がいいというのと同じで、やっぱりトミカも基本的には箱があった方が、車庫になるんで、非常に状態も良い状態を保ってるわけですよね。年月の風化っていうのを、少しでもこう何て言うんですかね、守れますし、ほこりだとか塵だとか、そういったものからも、100% っていうわけにはいかないと思うんですよね。何回も出し入れするとなると、ただ多少の、そういうところから、守ることが、できると、そういう面では箱付きのものが一番いいんだけども、ただなかなかね、今こういうトミカのようにもう20年以上経ってるトミカっていうのは、正直言って今手に入れるだけではすごく厳しい、ですよね。ですから、そういうところを考えると非常に難しいところではあるんですが、このね、これ当時しかも新車付きのシールが貼ってあって、なかなかの良い、ものでしたね、トミカでした。本当はこんなのここにこういうのはついてないんですけども、こういうふうに、なっていて、非常に中身もね、綺麗になっておりまして、なかなか音もいいですしね、非常に、これだけの状態の綺麗なものを、ある意味こう維持できたというのは、非常に嬉しい限りでございますかなっていう感じですね。はい、というわけでね、本日はどうもありがとうございました。